ゲーム。ゲーム、上の方ね。ゲーム。じゃ、ゲーム。いや、下す。ゲームの方なのか。ゲームの方なのか。無が上がるか下がる。これちょっとコメントください。ダメだっていう人もたくさんいると思うんだけど。ゲームをすることがね。うん、ゲームをやることが。ゲームって言っちゃった。でも僕はゲームやってね、良かったなと思うことが、まず、例えば桃鉄。はい、桃太郎電鉄って言うんでしたっけ、うん、あのゲームで、日本のね、地図が大体入る。地理が。地理が入る。すごいよ。で、あれは一つの駅で、ちゃんとそこの県の、まあ、名産が、ね、勉強できる、買えるとか。いいよ、だからもう全国のね、うん、知識もすごい豊富でしょ？豊富です。じゃあ四国。はい、四国ね。四県、はい。はい。お願いします。和歌山。四国ね。岡山。ね。ね。あそこね。あそこね、行きづらいんだよな、あそこ。この、あそこのな。桃太郎ランドから下にこう下るとこな。あそこ下ってな。こう行くんだよな。九州の方向抜けられない。途中フェリーなの使うな。あと二つです。あと二つね。あそこな、あんま行かないんだよな。あそこ四国の方は。全然入ってないじゃないですか。駅出てこないですよ。わかります？もちろんですよ。はいはい。高知。あ、高知ね。確かに。高知。はいはい。監督。え？え？高知の後監督じゃないですか。高知。はい。高知がいて、監督が。え？違います。部長っす。部長っすかよ。はい。あ、いいっすよ、それ。高知。はいはい。愛媛うん。もう合ってるかどうか俺分かってないけど。愛媛、和歌山。和歌山コーヒー。高知、愛媛。はいはい。和歌山。はいはい。あそこトラッキングの辺あるんだよな。正解が分かんないですよ。そうなんですよね。でも、高知は絶対四国ですよ。はい、また、桃鉄。調べてください。桃鉄やろう。ちょっと、ナビ中なんですよ。ちょっと、気になるね。はい、はい。あ、四国。全然違いますね。はいはい。愛媛。高知。まではいいっすね。はいはい。徳島。あ、徳島だ。そう。徳島。絶対分かってないでしょ。徳島は香川です。香川ね。うどんのとこね。そうっす。マジかよ。どうでした？すいません。そこにお住まいの方たち。ごめんなさい。ちょっともうちょっと桃鉄やりますわ。確かに。うん。もっと桃鉄を頑張んないと。でもそういうので、覚えましたよ。覚えれるし、うん。あとは？あと、僕信長の野望っていう。あれも、歴史。で、地理もあれも入ってるんですけど、僕が小学校の時にゲームでやってたやつが、各県に武将が、一人代表の武将がいて、各県とっす。で、武将がいて、で、その全国、まあ、統一したら、まあ、もう勝ちみたいなもんなんですけど、武将がいてるんですよ。まあ、武将なのか部長なのかわかんないですけど。武将がいてるんです。武将がいてるんですよ。で、まあ、で、そこで戦っていくわけですよ、武将が。落ち着いて。武将同士。武将がいてるんですよ。織田信長とかもいてるんですし、で、その後徳川家康とか、で、上杉謙信とか、で、織田和正とか、ね、武田信玄とかね、うん、そう、いるんですよ、武田信弘とかね。友達なんじゃねえ。武田智弘とかいたりするんですよ。役者のやつ。そう。あいつ武田信玄と血つながってました。マジ？そう。え？なんか末裔らしいっすよ。マジかよ。でも、まあ、辿ってったらみんな末裔なんだけどね。あの、タクヤね。タクヤ信玄ね。唐か。唐の文字が使われてる人っていうのは、藤。藤原の、鎌足りとか、藤原紀香もいるけど、ね、藤原の、その末裔みたいなね。その感じから取られてるっていう。へだから、そういうのもあるみたいな。ね、
そう、苗字が。ね。俺も、女村って言うんですか女村正治って言うんですよ。はいはいはい。だから多分、松江が多分沖縄なんですよね。沖縄なんですよね。うん、だからそういうのもあるんですよね。で僕も東十条拓也っていう名前なんで。近いね、割と。はいはいはい。東京だ。はい。なんで、ね、多分、いい名前なんでしょうね。へぇー。あとなんか、位もあるみたいですよ。昔の、そういう位で、なんか、九条とか、城がついてる人っていうのは結構高い位にいた人とか、なんかそういうのも三好で あるみたいですよ。へぇそういうのも辿っていくとなんか面白い。それってさ、なんか、調べられないから。それはもう本当に自分の家族たちを辿っていくしかない。辿っていくしかない。そうだろうね。わかんないよね。自分のおじいちゃんおばあちゃんくらいまでしかわかんないもんな。確かにね。うん。もうひいおばあちゃん、ひいおじいちゃんとかなってくると何やってた人もわかんないし。確かに。でももしかしたら、遡ったらすごい人がいるかもしれないじゃん。そうだね。うん。もしかしたら、大谷と繋がってるかもしれない。親族的なね。そうそうそう。それはあるかもしれない。俺の過去と、大谷選手の過去を、辿っていったら、もしかしたら一緒かもしれない。一緒かもしれない。とか、意外と、この人が親戚だったのっていう人もいるかもしれない。確かに。だって、俺びっくりしたんですけど、まあ、知らない方もね、いるかもしれないですけど、格闘家の、堀口京口選手。ああ、群馬県出身じゃないですか。そう、なんで堀口選手めっちゃ強いですよ。めちゃくちゃ強いじゃないですか。ライジンとかね、出てる。出てる。で、僕の、まあ、遠い親戚みたいで、僕のおじいちゃんと堀口京口選手のおじいちゃんが、いとこ。一緒。いとこ。一緒だとしたら、兄弟。あ、兄弟か、いとこ。あ拓也のおじいちゃんと、堀口選手のおじいちゃんがいとこみたいなんですよ。やりもしだからまあ、遠いんですよ。とにかく。遠いんだけど、でも、親戚は親戚みたいで。へぇ、だからそういう意外と、庄司のおじいちゃんと、で、大谷選手のおじいちゃん。もしかしたら、ね、お互い人見知りで。でも、そのゲーム配信はやりたい。ゲーム配信やりましょう。皆さんはどんなゲーム配信が見たいですか？でも、僕らのチャンネルの視聴者さんって、やっぱり、はい、視聴者って難しい。視聴者さんって難しい。あと、早い、朝早いからまだ回ってない。確かに。そう、だから部表とかに出ちゃう。視聴者さんって10回言う。俺も全然言います。視聴者さん、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 視聴者さん。諦めてるの、最後。難しいですよ。はい。視聴者さんは、女性の方が多いから、はい、なかなかゲームに触れてこない方が多分多いと思うんですよ。うん、ですけれども、ですけれども、ですけれども、はい、やったことあるゲームあると思うんですよ。はい、マリオとか。あ、いいじゃん。ね。スイッチでもあるしね、今のマリオちょっと また変わったんで。はい。うん、そういうので、ちょっとゲーム配信して。やりたい。まずは、パワフルプロ野球やりたいです。実況パワフルプロ野球。パワプロ面白いですよね。まあ僕たちは、少年野球からずっとね、野球やってますし、パワプロはね、もう昔からやってますし。いいですね。うるさいよね、俺らがパワプロやってるときは。うるさい。マジやばい。一回タケンチンやったんですけどね。はい。うるさかったっす、ね。うるさかったっす。ギハーギャー騒いでました。いい試合だったんですよ。確かに。いい試合してんすよ。同じぐらいのレベルの人とやるのが面白いっす。え？そうです、そうです。ですあとは、ちなみにやってみたいのあります？ゲームある？うん。で、二人でやるんでしょ？まあ、二人でもいいし。なんかなんだっけ？なんて言うんだっけ？うん。PCR じゃなくて、なんだっけ？RPG？ じゃあ、PCRG みたいな、なんかあるじゃないですか。PCR って PCR 検査が。なんだっけ ?GTR みたいな。なんだっけ打つやつ。
ああ、はい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 。RPG。シューティング的なね。あと、F、P、P、PGG。BCG。ごめんね。そこ撃たれてるやつ。まだあるんですよ。撃つやつですね。あれなんだっけ。なんかあるじゃないですか。ある、ありますよね。あります、あります。わかりますよ。荒野コードとか。はい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 。はい。の総称。総称っていうか。うん、あるね。それ。なあ、それ、それしか出てこないのかな。もう、FOD じゃなくてね。FOD は、フジテレビの話。フジテレビの。サブスク好き。ちょっと怖いな。そう、それある、それとはやるです。でも、荒野行動とか、めちゃくちゃドキドキしますよ。あれ。ああ、怖っ。なんかリアルですよね。リアル、緊張感。